皆さんこんにちは。はい、あの先ほどあの出張と高橋先生からお届けありました。 もうちょっとあの自分のことをちょっとあの紹介したいと思います。えー、中国の南に生まれて北京の大学行って北京大学の時はちょうどあの日本のメディア日本の映画とドラマが中国にすごい流行った時時期ですねああ、まあ、高校生の時からですよねと高倉健とかあの、えー、山口百恵 <laughs> たくさんの日本のドラマとか中国で流行ってて私もとてもその日本語が好きになって大学ですえ日本語を勉強し始めましたあのその後もずっと日本のこと関心があって大学院北米の大学院に入ってからもずっと関心があってそれで結局あの 大学の博士課程のテーマは神道にしました。えー、それからあのそれ、えー、神道を研究してもまたいろんなこう面白いテーマが出てきて、あと今日のあの教えというこの言葉の歴史とか、えー、もうずっとこう楽しくあの。 研究してます、えー、そうですね今日の,あの日本のことですのであのあのおそらくもしかして皆さんの方が私より詳しいかもしれません、えー、ですまあ,あの多分考え方が同じ資料を見るときもあの考え方どういうふうに読むかということが変わってくるかもしれませんのでそのような場合あのその場合あの違う 考え方をあの一緒にここで共有してあの午前中楽しく過ごせばと過ごしていただければと考えております。よろしくお願いします。えー、ではあのお話を始めたいと思います、えー。教えか教科という歴史ですが。えー <laughs> えー、ど,ういうどういう説明したらいいかな。えー、と私が普通の,この教えという概念考え方ではなくてもうちょっとこう問題として考えたいんです。そのような問題を、えー、と皆さんと共有したいと考えています。えー、前近代の東アアジアは要するに漢字圏で 漢字というあのメディアを使った文化で物、えー、神キリスト教のようなさまざまな教えがありました。これらは普遍的で包括的なものとして語られ実践されていました。このような教えは哲学でもあり宗教でもあり文学でもあり歴史でもあり。 また国境海峡などのさまざまな境界線を越えていろんな人に共有されてきましたこれは今の例えば朝鮮半島とか大陸とかベトナムとか日本とかいろんなところでこのような教えがあって実践されてきたと、うん、というふうに考えています それで、近世日本においては教えは、遅延血縁、身分を超えた、開放性、包括性、知識の多様性、共存性などの特徴がありました。また、個人、自分と共同体の形成にいろんな可能性を与えたルートとしての役割も果たしたと考え,考えられます。えー 一つの例を簡単な例をあの挙げてみますとあのご存知のような、えー、江戸初期の藤原聖家という人物がいまして、うん、あのこの人物が最初は仏教の,あの本をいっぱい読んで途中いや,やっぱりこの修士格というものが面白くてあのあの説得力があると。うん それで変わったんですよね。うん、それで、ふちは、聖火の弟子は林羅山で、それで林家という。あの、長い学術の伝統が、作った人ですね。うん、それで、ここは、あの、は、ああ。しく、釈え。子に、従事す、しかれとも、心に疑いあれ。聖権の文を読みで、信じで歌わ、歌は、歌は疑わず。 道果たしてここにあり兄人人人の,あの外ならんやと要するにこの、えー、開放性ですよね知識の多様性それは共存性があったというこう、えー、ご存知のように確かに江戸時代はいろんな考えの人が共存してあのまあ喧嘩というか、えーえー、論争したり、ね、それでいろんなこう新しい考え どん,どんどん出てきて、非常にこう多様性が飛んだ時代でしたね。うん。しかし全近代の教えは19世紀後半になると近代的な知識分類によって再建されることになりました、えー。今日この講演ではこの東アジアで共有されてきた普遍的な概念、教え。まあ明治期の日本においていかに近代化され、近代国民国家の建設に役に立つ教育といった。 一国地に変わったか紹介したいと思います。実はこれはあのこの今日ね教えというものがあの教育という私今使っているこの言葉に変わってきたこのネクにあの私の最も根本的な問題関心がありましてもうこの10年ずっと考えてきたものです。あのなのでこうまあ自分の研究をあの問題関心を えー、皆さんとと共有したいと考えていますえ内容としてはあのちょっと内容が多いかもしれませんが、まあ、1時間に頑張ってこの5つの部分をあのこうざっと歴史歴史ですね教え歴史変化教えから教育という、うん、変化をあのこの5つの,このケース 紹介して、辿り大東考えています、えー。まずは、えー、関税威嚇の金というという事件ですね。マスタエラー・サダノブが統一になってからこのようなあの政策も国家政統制ですよね。うん、あのというあの事件で。 次は2三3 0年後の,あの水,戸かく水,戸水戸で活躍した相沢聖司祭のえ書いた「神論」というあの文章を皆さんと一緒に読みたいと思います。次はあの愛沢静止祭の思想考えをあのこう引き継いたあの 人々が明治,明治維新の時あの実践したねそのような、IT、考えをあの実践してそれ大気汚染運動という、えー、明治政府の政策をここでちょっとあのざっと見,見てみますその当時に起こったのはこの考え方、ね、西洋からやってきたあの 現代近代の知識はどういうふうに日本語というよりこの漢字で再編するかという、ね、このような作業を西尼の「101神論」を通してちょっと見てみたいと思います。こ,この中で教えというこの漢字あとても重要な役割を果たしたという理由があります。それで最後に どういうふうに教えが教育に変わったかというこの,あの,この変化をもっと分かるようにあのためにはこのようなえ中国語の教育にこう関わっる人が今度は日本近代化した教育に担当というかあの人のこ,のこのコミュニケーションで。 よくわかるというこの変化ですね、うん、あの前近代の考えはもうなくなって同じ言葉を使っているけどもう近代的な考えになったと、うん、この近代的考えの最も <coughs> あの大きい変,変化はもう国民国家ですね、うん、もうこそっちが中国こっちが日本という前近代のそのようなあの考えなかったんだけど あの目じきに入ったらこのような考えがもうふ普通に自然になってきたっていううんという変化をこの五つのあのあのイベントというかあ見,見ながらあの紹介したいと思いますじゃあまずいい感性咀嚼筋ちょっと紹介したいと思いますえっとすいませんがあの皆さんのあの資料の中にあのお 赤くしてないんです。まあ、ちょっと読みにくいかもしれませんが。じゃあ、ぜひ、あの、まず、あの。前の、あの、のスクリーンを見てください。ええー。松平里信、の七1787年、はい。うん、退路でしたけど、退路になって。それで、あの。改革。しますね。改革、取り掛かれます、うん。それで、その中には、あの、学問の。 文統,統一というかな統制ですね。終資核は幕府の教えにするんですね。うんえー、明権するんですね。そう今まではなあったけど、明権したことはなくて、うん、ここで、あのー、そ,れそれを、あのー、します。その前にこの、あのー、政治ね。 とうあの統治に関する自分の考えをここで示しています。ここは教えというものが出てあってのという言葉が出てきて、うん、どのようなことかというと、あのこれこれは中国語ですね。中国語というか漢語ですね。うんえー、こう人を歩歩かせる歩歩歩くことが可能にするのがこの道で道。 に導くことが政治であの道が先の,あの昔々の,あの時代にあったその政治は道が自分でねこう自分で動くっていうねあのいい政治の場合ね、うん、それであの教えもこうえっ、ー、とこう皇帝というか先のが自分でこう,こう 動いてるあのこう,うちに教えが事前に実践されるとそれであの他の人を見てあこれが正しい生き方だとそれを見て学んでそれでこの社会がうまくいくというねこういうような考えでここは言ってるんですねあのつまり教えというのはあの政治と社会と一体ですよね、うん、特に教えというのは言う必要もなかった。 というふうに、あの、考えていましたね。あのまあ、その時の、実もまあ、なんか、人はみんな、そういうふうに考えてたと思います。しかし、その後に、あの、王政と、教が、あの、わ。別れてしまいました。ね。それで、あの、実況というものが、あの、教えは。あの、洗脳の、実践じゃなくて、十者が担当する子になって、これは大きい問題だと。 このスタイラーさ里の方が言っているんですね。うん、それで、あの今日教えは一つものになったと。逆にみんな売ったりして、もちろんものになっちゃって、それで、例えば、あの江戸時代になると、弟子を、ね、あのお金を取って、それで教えていると、ね。これはものになっちゃったと。これはダメダメダメだめだと言っているんですよね。それで道がもう汚れてしまって、うん、これはあの大変だと、うん。じゃあ私がこれは。 あの直しますと言ってますとてね、うん、それでこの,あの他のんのていうのこの従者っていうね、はい、あこう根本的なところじゃなくてもうあんまりつまらないところであの松のところであの集まってこう喧嘩したりねあのあの議論したりするこれは、ま、全然よ,よくないね、うん、じゃあ私がこれをあの直しますと。 そういういことでそれであのあの秀司閣があの唯一の正しい学問にしたんですね。うん、あのここから10分ぐらい歩いてあの吉島聖徒あるでしょ、うん、そこであのまたあの林家の失格その時はまだ失格の,この感じだったけどそれは全部国営するんですよね。 えー、学の学校だと、ね、それで昌平坂学文まができたんですね。うん、あのそうするとあのいろんな教えがあのを実践勉強してきた人たちがあの反対します。折衷派という、ね、この考えのグループがありましたね、まあ、ほとんど折衷派でしたと思いますけど例えば。あの 国際の古文,文字学とか、藤人才の古,古技派とかね、それからあの山崎安西とか、また陽明学とか、いろんな実況といってもいろんな分,分類というかあって、みんなえ、なんでいきなり急に周知学にするんですかと,いうのあのちょっと反対しますよね。それでここにも あの今日とい,う、ね、あのという漢字を使ってみんな議論するんですよね反対したりね、えーまあ、ここんで私この詳細紹介するかというとその時の開放性ね多様性ということをあのあの先生皆さんに共有したいという,という理由で、えー、ここ、まあ、完全に言うとあの踏みの道はあの 恐怖を持ってでみんなみ,みんな皇帝中心このあのコアな実況の価値,価値観ですねあの世界にあのこう伝えるだけであのこれは武道とか私と同じで <laughs> あのいろんな流派があってね 名前もいろんなタイトルつけてる文類もあってこれはあの全部政権の教えでなあのこれは問題ないということですね。うん、それであのこの世の中を中帝皇帝中心に導くことができればこれは問題じゃないですかというね。あの <laughs> 大変の政府に1分の1にこう英久にも相、うん、なり <coughs> べくすことねこれじゃいいじゃないですかってねここに言ってるのはあのいや政治のためにはでももちろんあの重要だけどここに言ってるのはこう教えというのはただの政治にためるんじゃないよというのこ,のこうこう間接に言ってるんですよね。うん 要するにこの考え方は非常に多様ですよね。その時代だね、えー。またこの同じあのまあ基本的に同じことを言ってます。えー、まあ同じあの例えば論語を読んで同じテキストだけど考えがそれぞれ人によって変わってきますので別にこれはあの全部受教というねこれは講師の教えでしょと。 うん、ただ考えあの理解が違うことでこれはだめと言えないでしょうと言ってるんですね。うん、なので、あのー、これは全部あのかあの理解がか変わっても、あのー、全部この重要な、あのー、国と社会を成り立つ重要な、あのー、価値が全部そこ,こにあのー 共有ししてるでしょと、うん、だから早くあの責任を持った人たちあの早く命令出してこの金をあの緩めてくださいと、ね、あの収支価格だけじゃないよと、うんええ、またこ今度はあの正確派ですね、ええ、やっぱり収支価格じゃないといけないと、うん、それであのこれ結構長くてあの申し訳ないですけど、ええまま、要するにここどういうふうに えー、自分の,あの,あの理由を立てるかというと、えー、いや,やっぱりこう教えといてもやっぱり正しいと正しくないある,あるんだよと、ね、それで、えー、民をこう強化するあのあの変える、えー、いい民に。 するためにはやっぱり、えー、よく教えを選ばないといけないよとこう言ってますよね。うん、それで、えー、講師もいたじゃないですかあの君子銃と個人銃、商人、えー、こう,あのうまくい,きいかなければこう全然この社会の、えー、社会にいい影響を与えない。 世の教えになってしまうという可能性があると、ね、これ言っていて、うんえー、それから、うん、やっぱりあの政治の教えはあのこうこう、えー、国家というこの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 政治組織に通して勉強しないとだめだよとあの、よくうまくいかないよと。それね、またあの 私たちがあの実況の出身地、中身地というか中国とはまた違うので、これもっとこれ考えよく考えないといけないと、そういうふうに言ってて、うん、あの自分のこの趣旨学政党論を立てていますね、うんえあの。このような論争があってあの、まあ そもそもスタイラー貞信が全国全部基地近くにすると言ってないですしあのこのあと7年間またあの辞任ですよね。うん、だってこの政策があのそんなに長くあの続けな,かなくて、うん、またこの江戸時代のこの多様性ねあのずっと続けてったんで 幕末まで、ねうんまあこれもまた同じ、えー、あの雷春水という、えー、雷三葉のお父さんですね。えー、このとやっぱり学問があると、うん、あのまとめないと正しい教えにあのまとめないとあの大変だと、うん、この本末転倒になっちゃうという。 幕府と言ってもあの、まあ、中和権力と言ってもあの別にこう何て言うかここ非常に厳しい手段でこうこうあの抑圧することができなかったということが非常に近代的なあの特徴で知識の面でもこの教え非常にこう盛んでこうあの新しいもの常に出てきた出てくるというような社会的なあの。 封筒でしたねその時、うん、<coughs> あのここはもう一つあのこう注意していただきたいのはいろんな議論出てもこれが日本の教え例えば中国の教え韓国の教えこういうような国を枠にした枠をあのの基準にしたした 考え方はなかったということですね。うん。いや、あの成人は成人、成人どこにもね、あの成人だね。あの別にこの成人が例えば中国とから生まれたか、それは関係ないよね。この教えがどこにおいても正しいな、ね、結論できるというという、えー、考え方で、うん、こういう面ではあのまあ幹権という今から今。 あの見ると、反事件というこの現象ですね。こう普遍的に。考えて、普遍的に実践するという、こう当たり前のことでしたね。うん、はい、じゃあ今度。ことがかわ、変わります。あの普遍性がちょっと少しずつ。日本という、という。 国という文化にこう,こうはまなれちゃうというかこうこうあの狭くなってしまいます。えー、えー、水戸各ご存知のように、えー、江戸時代、まあ、最初から最後まで非常に重要なやあの歴史的なあの、えー、役割を果たしたという,というちょっとあの問題言い方も問題 まあ、かもしれませんが確かにこの非常に影響力を持った人物ですねメタカクのメタカクとこの実況学者というかね、うん、まあ同時に実況者も政治に参加する人、ね、間接的に少なくとも、うん、というようなあの人物ですね、うんえー。これはとても歴史面白い歴史で。 取材はなんでこの進論を書いたかというとその中に一つ大きい、まあ、藩の中の改革ののとかいろんな必要があってあのそれを考えながらこ書いたんですけどあの大きい一つの理由はやっぱりロシアですね。1718世紀後半ぐらいからロシアはこうえー シ,シ,シベリア、シベリアの開発、そのあの植民地の的な拡張、あのすごく、えー、早くて、えー、勢いが強くて、それであのー、今の北海道にやってきたんですよね。それ北海道の当時の漁地のアイヌの人たちを、えー、貿易しながら、だからキリスト教徒に。 あのえー、とキリスト教をこう布教するんですよね。で当時の,あのその現地の人たちがキリスト教を信じてそれ生活したりと思も変わっていきます。うん、それで中にもちろんあの日,本、まあ、日本人日本人もいてそれであの生活もとかねもう変わっていって。 それでこう相沢はあはその映像にあったことだけ見るだけじゃなくてあの海外のヨーロッパの情報をすごく積極的に収集したんですね。それであのその時日本は大きい危機を面していると,と言うんですね。中に大きい危機一つはキリスト教徒と言っているんですよね、う。ん キスト教教徒になったら外見はまだ日本人だけど中はもう別人になるんですよと言ってるんですこれは大変だと、うん、私の神様も信じ,信じられないことにな,な,なるし、あのー、国の政策例えば税金とかもうさお納めないことにな,なってしまうのでこれは大変だよじゃあどうすればいいかとやっぱり教科というね教科教えを 民を教えるとい,うという一番根本的なあの長期ですね。この「神論」論というねあのあのあ頭にあの5つの部分を私が書くよと書いててそれはあの国の最も基本的なあの原理的なものと今の情勢今の女性それからあのあの 西洋のんていうかあの日本を狙っているというののことを紹介してそれからどうすればいいかとあの国を守るためには「布国強兵、ねこのあの」明治時代に出た言葉じゃなくてこの時すでに布国強兵という言葉があいざは使っているんですねじゃあ次は長家、ね、これはあの民をあの教えて あのこういい文化いい,いい社会を作るというねこれは、うん、それでこうその中にえこれはあのこれは最初の部分ですね進路のここは大南署でしたっけ、うん、このこの長慶の部分ですねここ、うん、これをあの詳しく説明してるんですよ、うん、それであのどういうふうに教えするかというと 天祖という概念を出すんです、うん、天祖は何かというと天照ですね天照大神、うんえー、これはうまく藍沢はうまくこう、えーえー、益教と、えー、霊記それから古事記日本書記をうまくこう 重要な部分を読み取ってまたあのこう組み合わせて一つの理論政治理論を作ったんですよね。うん、え天祖は彼,らの彼の言葉ですよ。うん、あの彼まではこのような単語はなくて要するに祖ってこう先祖でしょ。儒、う、教、ん、にとっては非常に重要な言葉で,でもこの言葉はこっち家の中にはなくて「天」がありましたけどでもこの天もまた アマテラスというこの人間化した概念とあの塾教の天とこう、あのー、一体化して、うん、それでこの一つの政治倫理の合理化できる概念にしたんですよね。うん、要するになん、あのー、で教えないといけないかなんでこう、えー、神様こう、あのー、祀らないといけないか。それは 私たちのもともと最初の先祖アマテ神が決めたんですよと,いうと言っているんですよね。<laughs> うん、それでその道徳はもちろん全部儒教なあの中高ねあの <laughs> ことでこれももちろんこっち日本書紀の中には全くないっていうあのあのことで彼が非常にうまくあの 作り出したんですね、うんえー、これももちろんこ教えというねこ,れをこの教えはまた、えー、先ほどの感性一角の金の時の教えは変わるんですよねここの教えはどっちかというと政治の一部ですね、うん、積極的に教えないと国が成り立たないということです、えー、それで あのー、もう一つ、あのー、新しいところは民心、ね、という概念ですね、うん、相沢にとっていやみんな基礎教育となったらもう,も,うもう終わりだよと言ってじゃあここはど,どっちから言うとあなたが税金を責めるだけじゃない問題はねあなたは心の中に神様がいるということをまず信じないといけないというよそれどういうふうに信じてもらうかというとあのー この民心を治めるというねこう,こういうような政治的なあの非常に政治的なあの賢いあの議論ですね。今までは例えば江戸幕府にとっては民心というね心をどう思えるかあんまり関心がないんですよね政治家として。あのあのあのトラブルを起こさずにちゃんと税金収めたらもうこれでいいと。 基本的にはそういう考えで,でもここをは初めて人間の心を政治の一部として買わないといけないということですね。うん、これは非常にあの新しい非常に、えー、賢い政治理論ですね、うん。それでこれはもちろん今日教えることでこれが民心がコントロールできてあのうまくあの えー、政治が行うことができるというと言っているんですね、うん、まさにこのような考えが明治維新になったらすぐ国,国の政策になったんですね明治政府が。うん、じゃあもうあの大峡旋風私があの実教者であ,るあの仏教者である神道者である全部集,、ま、集,集めてあなたたちみんな国あの 回ってて教えてくださいと何を教えるかというとまさに会津川世主さんが言った通りですよね <laughs> あと敬身愛国神様を尊敬してそれから国を愛するまた天に人道を明らかにする天皇を尊重 あのして、えー、国,あの国の命令政策をあのちゃんと守る従うというね <laughs> あのもっと具体化したんですね、うん、それで教えということが近代国家作ろうとした明治政府にとっては非常に重要な、えー、政策でしたね、うん、ここはまた 振り返ってみると、先ほどの江戸時代のそのようなあの多様性を持った教えとは違うんですよね。うん、ここね、同じ感じでしょ。ね、何回も使ってるんですよね。今日、今日、教え、教え、教え、ね、教え、教え、教え。しかし全然違う教えでしょ。ね、ここはもう明らかに国を作るのよ。 近代の国を作らないといけないいいとけでもどういうふうに作れるかというと教えを使って作るんですよね。どのような教えかというとまあここはまあ神道的なここはここは、えー、実況的な、ね、これまたすごくうま,うまくこう組み合わせいろんなこう教えからあのあのこう重要な部分を取ってそれがまた一つの 新し,い新しい国をつくるための,あの教えにしたんですね。うん、これはまた「あの民心というね、えー、相沢志士祭の,あの言葉をまたここに、えーまあ、あとここに出てきて、えー、民心って、えー、本当に近代国,国民国家をつくるには最も重要な部分ですよね。えーあの まずこの,こ,のこ,のこの国にいる人たちが自分がこの国の一部と考えないとあの国民国家になれない,なれないというあの考え方なのでこの民心をこう集乱民心集乱という言葉がその時はよく使われた言葉で、うん、あのだからその時明治政府にとってキリスト教は大きい問題ですよねどうすれば問題 キリスト教を、まあ、禁止することはできないよねあの、うん、外国はすぐ反対するので西洋の政府がじゃどうすればいいかとでもしキリスト教を信じたらじゃ天皇は信じないことなんですね天皇はし神聖神様なのでその時はもう本当に大変でした明治政府あの政治家たちはどうすればいいかと、うん、あのだからこの民心をどういうふうに一つにするかとあの ここではもっと一番もっと明らかにしてなってあの大きい、ね、政治問題になったの、はいえー、ここは教えというねこうあの漢字という漢字の教えというのようなあの変化ここであお分かりだと思います。えー、今度は同じ時期に あの名録者とかあのたくさんの人たちが西洋の,あの思想であれ知識であれ、ね、技術とかいろんなことをあの日本に紹介して、ね、それでこう文明開化という、えー、社会的な変化を起こしたんですね。うん 福沢諭吉、8名、たくさんの人ですね、うん。その中に、あの。今日ここでお話ししたいのは、あの、この西天音という人物。です。何かというと。非常に。いや、明治時代は、非常に、あの、こういう意味で、とても面白い時代で。本当に、賢い人たちがい、いろんな知恵を絞って。 膨大な西洋の知識が日本語漢字を使って日本語にしたんですよね。その作業が今あんまり私は考えないけど実は大変でしたね。2 3 0年はやっと例えば宗教という概念はデリジョンという主概念はもうみんなどうすればいいかといろんな戦いこう仏教者とか神道者とか政府とか官僚とかいろんな議論があってやっと宗教になったんですよね。 ね、明治憲法、まあ、出るとそれぐらいね、うん、でも最初はいろんな言葉があって神道もディレジョンの訳語で,でしたね一時期ね、うん、また宗,師とかあの宗教になったんですけどでもその時ほんとにあのいろんなこう頭の,あの回転が早い <laughs> 賢い人たちが集まってこの,この作業をしたんですよね。 この中に西天音という人物が出てあの、えー、何,か何をしったかというと「百一神論」という短いテキストを書いたんです。うん、実,際実際に書いたのはもう実は明治維新前だと学者は今考えているんですけど出版したのは明治3明治4年ですね、うん、明治5年か。うんえー ここは何でこれを紹介するかというとここでね教えという漢字が非常にあの重要な役割を果たしてそれで、えーまあ、西山ではもちろん受けた上位教育は受教ですね修士学、うん、あのそれであの外国行っていろんな勉強,勉強してそれで あのー、ここではその実況の自分のこう知識を,を使いながらか漢字ね、うん、使いながら西洋の知識もう全体的なこの,こ,のこのマッピングをこのこのあのこう作業するんですよ。すごく面白いですこの,このテキストはね。うんえー、簡単に紹介して 見ますと「百一」というのは百教が一致するね要するにどのようなを教えでも根本ところは同じですということですね「百は」は、うんえー、一致一致はね一つになるということ、えーえー、このテ,テキストは最初のところにねあの、まあ その形はこのテクストの形は一人がこの西宗に聞いてて質問を出してそれで西宗が答えるというのの形になってるのねの聞いて答える聞いて答える、ね、こういうような形で,それで聞かれたら「えあなたは最近百教が一致だと言ってるんだけどどういうことですか?」ってねじゃあ説明し始めますね。うん、だけどそのの答えとところはとにともかく その趣を考えると実は同じですよとねえ、ね、だから一致と言うんです、ね、あのじゃあ何で教えってねこの前にいろんな教えをあのあの説明しますあの西山で、うん、例えば西洋はキリスト教ローマー教あのカトリックね、うん、それからユダヤ教仏教インドはまたあとバラ,バラモン教えたくさん世界中たくさん教 あります。しかし、実は、このたくさんの教えは、最後には同じですよと。言うんですね。なぜ、うん、かというと、あの、えっと。もっぱら人を、人たる道を教えうる。教えるということが教えたと。この、あの、西山で言ってるんですね。だから、どんなような教えあっても、どんなところに、どこ行っても。 本文的にはあの人を人になる人としての,あのこう歩むべき道を教えてくれるという,ということがあの教えたからみんな同じことと言ってるね。うん、それであのここの教えは非常に先ほど紹介した感性の,のイカをのる時の教えはもう。 完全に変わりますね、うん、でも教えですよね。うん、それでこの後半このテキストの「百一神論」の後半にはあの西洋の知識あの導入してそれから漢字,漢字に変えるんですよ。うんえー、ここで、えー、簡単に紹介しますと西山であの 受けた教育修士学ですね修士学の基本的な概念は理とキですよね、うん理。それで修士学によると、うん、理は自然と人間両方ともこう必ず持っている根本的なものですね原理的なもの。えーあのー、形外見は違うん だけど例えば椅子とか、ね、建物とか水とかあの人間とか動物とかだけど実は根本的には同じ「理を持っていると、うん、それを「利」によって理がいろんな具体的な形に変わっていくというねこの「理器」というような動きは四四角の,のこうこう解釈ですよね世界の解釈。うん、なのであの根本的に 人間社会と自然がつながっているとねそういうふうに考えてそれをそれが西山はうまく使ってんですよ。今度はしかしあのそ,の,そ,の,その,あのちょっとこうティスト知としてあの彼がリ使うんですよね。しかしあの自然は物理としてそれから人間の社会 社会とか文化とかそれから真理とかねそれよりは真理と,と言うんですよ、ねあの。それでここの物理というのは今の物理学問じゃなくてあの、まあ、自然科学全体ですよね、うん。それから真理とい,うと,いうというのは今の人文社会科学というかな大体そういうような分類ですよ。ね それで理を使ってそういうようなあの分類するんですよ。うん、それであの最後の辺にこの文章の最後の辺に来るともっと詳しくあの分類,分類し,していくんです。うん、物理は本当にこにいろんなね実質学、うん、またはこう。えー パレントロジーゼオ,ゼオガラヒー、うん、これジオロジーですよね今おそらく、うん、それでまたあの人間の世界にあるとこうアントロポロジーねあの人類学ねそれから、えー、アナトミーフィ、えー、シ,シオロジーこれフィジオロジーというねそれからあの トノロジーこういうふうに分類するんですね。これは全部理ですよね。それで今度は歴史とか文化の場合はこの物理世界自然世界の理に参考して人間社会を研究する考えるというのはこれは真理ですね。うん、これは天道人道。 を論してなあのする教えで、うん、それであのこれは兼ねて物理と心理両方兼ねてこの教えの方法をあの立ててる立てるこの,この、えー、一体一全体的に言うとこれはヒロソヒというねこれはヒロソヒというのは私が血核という名前を,名前を 懐けますすというここにいてるんですねご存知のように伊佐までは哲学を作ったという単語を作った人物でここであのここであのそういうふうに作業してるんです、うん、それで、あのー、要するに教えは今の言葉にすると哲学ですよ、ね、その哲学の下にいろんな学問があって根本的には哲学というねこの 理という、ね、根本的なあの、えー、原理的なものをああの考えるという学問という、うん、こ,のこの時の教えという概念はあの言葉が <coughs> とても、えっと、重要な役割を果たしたということがそらくあのあ こうね、皆さんこれもあの終わり方と思います。えー、それでまた最後にまたもう一回あの西山根があの自分に言いたいことをもう一回言うんですよね、うん。だから百五十一で、うん、この今日のことそす、ね、教えのこと、うん、それからあの物理と心理とい2種類の分類があ,のあると。うん、もう一つ重要なポイントが何かというとこう西洋の知識を 漢字でこう整理して、ね、こうお分類してするだけじゃなくてここを全近代というか、えー、昔の考え方を比例しないんですよね、うん。だって実況とかね受代表とかねこれ全部比例しないんですね。これはあのー、例えば 私知っている限りには中国の場合は何だか伝統を比して近代するという感が強かったんですね。ここは非常に面白いところはまあ重要なところはその連続性があるんですよね。いや教えいや昔もあったよと今もあるよとただねこのようなふうに考えるべきだとそういうふうに言っているんですね。これはマネーだけじゃなくて明治時代のこう この連続性と断絶というようなこうまいコミビネーションがあったと思います。はい、最後に、あのー、この教え、この変化、明治中期になったら、明治後期になったらどんなことになったかというと、どうなったか,いうかをちょっと紹介します。 えー、まあ明治あの江戸時代関西医学金の時の教えから、えー、先ほどの西山マの明治中期の教えまでもう随分変わりましたね教えという考え方、うん、それで西の西ネーのこの知識の分類あの古い、まあ、前近代の概念 言葉を使って、きんな知識を分類した、という作業は。あの、結局、このいろんな知識は、どういうふうにするかというと。教育ですよね。学校で勉強して、研究して。大学で研究して、それで、こう。国のために、するんですよね。うん、要するに。西山の言っていることは、これ、ようなことをしないといけない。あの、哲学とか、でも、これは全部。 教育という組織というあのシステムで行ってそれからあの国新しい国づくりに貢献するんですねこの考え方もちろんその時は当たり前のことでしたね。それはこの明治講義になるともう当たり前になって憲法もできたし。 あの小学校中学校も全部ねあの教育はうまくあの教育システムをうまく作,作られましたね、うん、あの明治中期になる,中期になるとね今度はでも中国ではなかなかうまくいかないあのアヘン戦争以来もういっぱいこう動きがあって あるけど、なかなかうまくいかなくてと、今度は、あのえー、ぇ、えぇ、ー、ええー、日本語っていてうかな、コンコココショ最高の、慎重な最古の工程が、まああのー、やりたい。えぇ、ーねえー、それで、あのー 今の現北京大学の,あの,あの、えー、前身、うん、1898年にあの私もその時の新皇帝ね、私も学校をちゃんと作らないといけないと,あのと決めて、それで初めての大学を作ったんですね。 それで、人種大学という大学で、それで1902年にあのまたもう一回あの作って、いろいろあって、うまくいかなかったけどれれ、1902年にこれまた作ろうと、うん、そして、それで当時の,あのベルリン大学、近視大学等の,あの副学長みたいなあのあの方、人、ええー ウールレンという人佳、ね、境に成功して官僚になった人が、ねええまあ、日本に来るんですよ。日本の教育うまく日本強くなってるから日清戦争でそんなに素晴らしい勝利を収めたから私たちも勉強しないといけないと、うん、それであの日本にやってきたんですね。 えー、文系大学の学長井上哲二郎と、あのー、話したんです。で言葉付け通じないけどそれで筆書いてコミュニケーションというんですねこれは筆談という、ね、これは前近代の東アジアで、ね、の漢字圏の典型的なコミュニケーションね書いて書道もきれいで書いてそれが「わあなっなるほど」とかね、えー、これはおそらく最高の筆談ですよね。 もう色目哲郎の世代が終わるとみんな日本語で勉強するんですねでーーできなくなくっちゃうんですね、うんえー、それでここで、あのー、ここ全部漢語ですよね色目哲郎も全部、えーえー、ここで私がここで紹介することは要するに「教」と「教育」が一緒になってるんだってことね、えー えー、それからいろいろ紹介してうまく国を作る近代の国,国家を作るためには教育は大事でだから教,教育は何かというとあの自然科学と精神ね、えー、この精神は何かというと、えー、こうこう人格とか権利とか自由平等とかねまた個人の理想を持たないといけないそれから国も理想を持たないといけない。 行かないとやってきたのみんなが持らない。うん。そういうということで、それから、えー、すいませんあの内容はすごく多くて <laughs>、えー、まああのここのあ赤赤くしてるあの部分だけを見ていただければ、えー、大丈夫です。えー、ここねあのしかも国家が人がいないなければ国が成り立たない。ね。それみんな集まって やっとと国になるというこれの考え方は近代国家ですよね近代の国民国家国民ですね国民がないないと国家がなれないというそれは教育で実現するんですよこ、ね、れは国家の進歩は元は人間ですこの考え方はもう典型的な近代ですよねそれでこれは教育で教えということで実現できると。 できてると言ってるんですよね。うん、はい。そういうことです。えこれは、あの、先ほど、え、紹介した、あの、五つの部分、この。一気に、こう、繋がってみると、この変化は、あの、教えという変化、歴史的な変化は。あの、いかに、激しいか、いかに、なていうか、えー、歴史の、の、変化を、あの、可能にしたかというね、あの。 ことがあの少しはお分かりかと思います。はい、今日の話はここで終わります。ご清聴ありがとうございました。